変わりゆく時代の中でどんな都心を選ぶべきなのか。華やかできらめく中枢か、穏やかで静寂な居心地か、躍動的に進化する未来か。思いを巡らせた時、そのすべてが重なる奇跡の舞台に出会えた。それがここ江戸堀一丁目。新時代へと躍動を始めた京都大阪。ご存知だろうか。水の都と謳われるその景観こそが京都のルーツにつながっていること。それを知るために、時を自在に操る特別な都市ジオラマを使って大阪の歴史を振り返ってみよう。江戸時代、現在の西区一帯には物資の運搬路として数多くの運河が作られていた。中でも土佐堀川、江戸堀川周辺は世界初の先物取引所だった堂島米市場を起点に、諸藩の年貢を納める蔵屋敷が立ち並び、日本の物流の一大拠点を形成していく。運河で栄えたこの一帯からは三菱や住友など日本を代表する商社が生まれ、京都大阪の礎となっていく。明治維新以降、運河に代わり大阪を支える動脈となったのが筋である。運河で横に発展してきた町が筋によって縦に結ばれたことで、梅田、中之島、本町、難波といった現在の都心軸が生まれていく。さらに筋に沿って走る地下鉄によって市街地が大きく拡大、ついには西日本最大の都市へと発展を遂げた。そして今、およそ半世紀ぶりに筋を走る地下鉄が生まれようとしている。それが浪速筋線。新たに JR 大阪駅、中之島、西本町、難波を結び、大阪都心をさらに西へと拡大させるであろう浪速筋線。大阪駅へ直接乗り入れし、新大阪へ。さらに関西国際空港までつながるなど、国内外へ自在にアクセスできる地下鉄となる。中でも新駅が誕生する中之島では、セントラル大阪の一翼を担う特定都市再生緊急整備地域として、これまで官民一体となって開発が進められてきたが、これから新駅最寄りとなる地区で梅北2期に匹敵する大規模開発が計画されている。時代へと進化を始めた大阪都心。京都発展の原点であった運河のほとりが今再び進化の最前席へ。そんな躍動の中を静かに佇む舞台がある。それがここ江戸堀。大阪のルーツを紡ぎ、静寂をまとう都心。江戸堀の町へ入ると、御堂筋からほど近いとは思えないほど穏やかな空気に包まれる。江戸堀は美食の町としても知られ、ミシュラン三つ星のレストランをはじめ、さまざまなグルメを楽しめる。そこかしこで出会うモダンな建物は、
有形文化財として指定され、町並みの中で保全されている。そのクラシカルな風景が江戸堀の魅力を高め、歩いているだけで都会の喧騒を忘れることができる。橋を渡るとその表情はガラリと変わり、一瞬にして水都の潤いと洗練の風景に心が癒される。都心のきらめきと静寂とが共鳴する江戸堀。この地で出会えたのは、大通りから一本入った広大な敷地。周囲に高層建築がない開放的な眺望。都心でありつつ静寂と広い空を得る類いまれな舞台だった。この地で目指したのは、麗しき記憶を紡ぎ100年先まで愛される不変で美しいレジデンス。水平と垂直のラインが織りなす重厚で繊細なファサード。地上34階建て197邸。その普遍的意匠美は歴史ある江戸堀の景観に共鳴する。大通りから一本入った閑静な住環境。広大な敷地を生かし、奥行きのあるランドスケープ。通りを彩るガーデンテラスが行き交う人々を和ませる。都心とは思えない広い間口から生まれる優雅なる佇まい。二層を大胆に覆う石張りとガラスの造形が、まるで美術館のごとく通りをエレガントに彩る。二層吹き抜け、天然御影石のアプローチ。柔らかな光と心地よい緊張感。ガラス窓からは絵画のような庭園の風景が出迎える。ホテルのラウンジで過ごした時間を思い出させる重厚感に満ちたグランドロビー。気分を変えてくつろげるもう一つの書斎。大切なゲストを迎える気品に満ちた空間。陽光の移ろいとともにお気に入りのお酒を楽しむ優雅な時間。都心にいながら四季の移ろいを感じられるプライベートガーデン。噴水の音色、落水の輝きに癒されるウォーターガーデン。個性ある3つの庭が各コモンスペースの窓辺ごとに贅沢な癒しをもたらせている。上質な潤いの先、天空に広がる別世界。都心の絶景を手にするプライベート空間。新たなステージへと進化する大阪のきらめきに酔いしれる。別次元のタワーライフがここにある。
阪のルーツを知り、都心にして静寂と出会う地、江戸堀。この地の十の顔、新たな象徴となるタワーレジデンス。大阪を愛するあなたへ、時を超える価値を。